はい、よろしくお願いします。では今回時事問題ですね、8月前半やっていきましょう。で、今回はニュースが4つ、穴埋め4つとなっておりますので、一回ね、ぜひ動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、ちょっと知らないななんていうニュースがあれば、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず一つ目のニュースやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、これ投稿してるのはね、8月のもう完全に終わりに今投稿してるんですが、ちょっとバタバタでね、15日に撮れなくってちょっと遅くなってしまったんですが、今回前半は1本だけです。で、明日また後半を撮っていくんですけども、まず最初のニュースがある大学での話です。ある大学がですね、入試で女子、まあ女性ね、女の子と、あと一部の男子が不利になるような得点操作を行ってたと指摘されて、まあ、その波紋が他の大学にも、まあ、広がってるんですが、まあ、その問題を起こした大学行きましょう。これが、東京医科大学です。東京医科大ですね。が、やらかしたと。やらかしたというか、これもすごい問題だと思うんだよね。で、何かっていうと、まあ、一部の男子って、これ、浪人生とかなんですよ。で、主に、今回ターゲットとして、まあ、ちょっと問題になってるこの女性の方なんですけど、もともと、新聞の記事のグラフをちょっと行きましょうか。2009年とか、あ、2010年がわかりやすいね。2010年は、その合格者数。医学部の、医学科ですね。もろ医学部ね。の合格者数は女子の方が多かったんですよ。で、そっからですね、どんどん減り始めてて、2018年、めちゃくちゃ女子と男子のね、差がね、開いたんです。男子の合格者がめっちゃ多くて、女子が低くなったと。で、それが、女子の合格者数が 30% ぐらいになるように、その女の子の方、女子の、その、なんだ、受験生の方に得点が減らすという操作をしてたという指摘がされました。で、これに対して、まあ、言い訳じゃないけど、大学の方がね、その、女性は、その医者になったとしても、出産とか結婚出産があって、離職率、仕事を辞めてしまう率が高いから、ああだこうだと言ってましたけど、待てと、そんな知ったことじゃないじゃん、受験生からしたら。そう。で、問題になってて、それが他のね、その医学部を持ってる大学もやってんじゃないのっていう。で、まあ、調査をされたりとかしてるらしいんですけど、まあ、こういうことがありました。東京医科大学ね。間違って覚えないようにね。他の大学のこと勘違いになっちゃうと申し訳ないから。いいかな。絶対やっちゃいけないことだよね。こんなんはね。で、次はサッカーの本田選手の話ですね。まあ、サッカー日本代表。まあ、サッカーに興味ない方でも、本田選手、本田っていうそのフレーズはね、聞いたことある方、女の子でもいると思うんですけど、その本田圭佑選手がですね、ある代表の、まあ、事実上の監督みたいな感じに就任したんです。で、それはどこの国かっていうと、国ね。カンボジアです。カンボジア代表に就任しました。で、これはね、めちゃくちゃ珍しいことで、まず、本田選手自身がですね、まあ、選手として、今ですね、今年かな?オーストラリアのチームに移籍することが決まってます。まあ、現役の選手なわけ。日本代表も出てたしね。現役の選手をやりながら、カンボジア代表のその監督みたいな仕事をして、二足のわらじだよね。で、やってくっていうのが発表されたので、いや、びっくりしたね。個人的には。マジかと思って。まあ、それがね、きっと本田選手が、まあ、描く、そのなんだろう、選手としてのやり方というか、道筋なのかもしれないけど、まあ、そういう道もあるんだ。これが成功したらね、そういうやり方もあるんだっていう一個の、まあ、モデルにもなるかもしれない。で、今回カンボジア代表を穴埋めにしたんですけど、ぜひここね、本田圭佑選手、お前、圭佑選手も覚えておいてください。で、さっき言ったように、本田選手っていうのは割とね、こう、まあ、耳に残りやすいしさ、覚えやすいから知ってる方多いと思うんだけど、そういう問題に限って、時事問題の時、学校のテストの時に、これをフルネームで漢字で書きなさいって言ってくる先生は結構います。今回この時事問題取り始めてから、こういう問題出ましたよって結構メールでいただくこともあるんですけど、やっぱりよく言われてる。そう、漢字で書かされましたみたいな。選手の名前をね。だから、本田圭佑選手のその漢字までしっかり覚えておきましょう。で、次がバドです。バドミントン、世界選手権がね、行われたんですが、そこで、ホニャララ選手、こっちもね、まあ、選手が、日本男子
で、初めて世界選手権で優勝したんです。そう。で、この選手もぜひね、漢字で覚えておきましょう。ちょっと狭かったかな。桃田、よいしょ。桃田健斗選手。ですね。桃田健斗選手が、優勝しました。桃田選手ね、ちょっといろいろ問題を一時期起こしてしまってね、いろいろあったんですが、まあ戻ってきてからはね、本当にこう、なんだろう、フィジカルアップもして、ものすごい強くなりました。もともとすごい強い選手なんですけど、でも顔もイケメンでということもあってね。まあこれすごいことですね。バドでまさか世界選手権で優勝すると、男子がね、シングルでは思ってなかったので、で、今もね、他の大会でも活躍されてて、まあ今のアジア大会ちょっと負けちゃったんですけど、そう。なので、まあぜひ覚えておきましょう。で、これね、今回ちょっと桃田選手の方問題しちゃったんですが、女子のね、ダブルス。ただこっちもぜひ覚えておいてください。ちょっと書かせてね。長原、だって漢字がね、ちょっと待ってね、漢字が。長原若菜選手、かが違った。ごめんなさい。失礼しました。歌じゃなかった。長原若菜選手と、あ、ごめん、選手って抜けちゃったけど、ごめんね。感じ違う気がする。あったあった。松本麻佑選手、このダブルスペアがですね、女子41年ぶりにこちらも優勝しました。世界選手権で。まあ、すごいね、どんどんで、まあ、金メダルね、女子ダブルス前回取りましたけど、オリンピックで。どんどん出てくるね。楽しみ。個人的にはね、バドすごい好き で、社会人になってからバドちょっと夜やるようになってて、最近ちょっとね、まあ、できてないんですけど、やるのもね、見るのも好きなんで、すごいよく見るんですが、っていうのをぜひ覚えておいてください。で、ラストです。で、ラスト、これちょっと申し訳ないのが、8月のニュースではないんですけど、7月後半ですね、日本と EU、ヨーロッパ、ヨーロッパね、EU が、物の行き来をより自由にして、経済を活発にしていこうっていうことで、ホニャララ協定っていうのを結びました。ホニャララ協定。で、これが、経済連携協定と言います。で、後ろちょっとカッコ書くの忘れちゃったんですが、ごめんね。これ略すと EPA ですね。EPA というのを結びました。まあ、ざっくり言えば、その日本と EU の間、まあ、こうやってね、EU でよく取れるもの、例えばヨーロッパなんでワインとかさ、チョコとかあるんですけど、で、日本は日本で取れるものっていうのをこう貿易するじゃないですか。こうね。で、その時に関税がかかるんですよ、貿易って。税金がかかる。で、その辺を、その緩和して、もっと日本と EU でその貿易いっぱいしてって活性化していきましょうっていう、そういう風にやってます。で、どこだっけ、一覧があったんだけど、私がどっかにやってしまったかな。あ、ねえ、ごめん。さっきあったんだけどな。そう、なんか例えばその来たワインとか、チョコとかもそうですね。その辺が関税が減ったりとか、撤廃するのかな ?10 年以内に撤廃かな。で、日本からは例えば車だったりとか、っていうものを、そのね、出しやすくしようと。他にもね、いろんな項目のものがあるんですが、そういったものが結ばれましたので、ぜひこちらも覚えておいてください。では、今回はね、この4つのニュースやらせていただきました。今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。